この施設は史上初の未成年の滞在機能を備えた宇宙ホテルです。地球外で生まれた最後の子供、有名なんだよ。君のドローン、知能リミッターを外してるよね。当たって死んだらフォロワー1億人超えるかな。地球の重力に耐えられない俺たちには帰る場所なんか。未来は全部セブンポエムで決まっていたの。